園長さん、はい、やっぱ無理ですかねちょっと解説をお願いします。状況がつかめません。いや、まあこのバージョンはですね、はい、はい、Java 版 12.2 だっけ。そうだよね。そう、うん、です。このバージョンって海アップデートがまだ来てないんで。なるほど。僕らが作ろうとしてた自動食料製造機は作れないんじゃないかという説が、はい、うわあ、八つ当たり。このレールは完全に無駄か、もしかして無駄作業で。ちょっともう一回ググってみましょうか。はい、じゃあそうしましたら、はい、自動焼肉機でも作りますか。よし、魚から肉へなんか園長がリンクで送ってきたけど、うん、何も見ずに僕ら頑張ろうよ。何も見ずにやってみる。うん、要は牛がちょっとずつピヨピヨピヨって落ちてきてみたいな感じになれば OK ってことでしょ。そうだね。つまりこんなにレールはいりません。いりません。燃やすかレールも待って、そうなると今回僕が用意した最もクソいらねえモッドになってしまったかもしれないしょうがない、そのモッドを使って最大限楽しむしかない。そうしようか。いやでもどうやってさ牛をさ、うん、動かしたい時だけ2体は残さなくちゃいけないわけよ牛を。なるほど。3体目以降がピュッて落ちるってどうすればいいんだ。わかった。わかりました。チビの牛しか入らない隙間みたいな感じかな。当たってる？当たってる。園長何見てんだよ俺一応軽く全部見たから。え、じゃあ園長は答えを分かってるわけね。まあなんとなくは。まあ僕言うてカイロマスターだから。言うてね。言うて過去の称号だけど。そうなんだよ。廃れた名だよな。そう、廃れたな。今となってはただの鬼畜 M 男。ただのド M とかした。じゃあとりあえずレール処分する儀式を行いますか。マジで言ってんの。あんな一生懸命集めたのにな。じゃあ俺も鎧を脱ぎ捨てよう。さよなら。さようなら。 さよなら。まあマグマブロックは自力で集めたんでね。ここにあるぐらいは自力で集めたから、こいつらこいつらまあちょっとゲートぐらいいただいてもね。ね、いいでしょう。じゃあどこに作るか決まったら僕が使えないモッドを作りたいと思います使えない。え、ここでいいんじゃない、この空間で。一旦じゃあここに作りますか。ここにしましょう。了解、決定しました。じゃあちょっと僕モッドのアイテムを持ってきます。園長どっからどこまで使う？僕 10×10 マスが欲しいんですけど。そんなでかいの？せいうち頑張ってくれ。君は何をしてるんだい？応援やれやでもさ、応援する係が必要なのもわかるでしょどういうこと？いや俺応援の効果疑問派だから。あーやばい、園長に応援これはだいぶ敵に回したぞまあでも園長に対しての応援は効果ないのはあるかもしれない。園長精神論とか関係ないもんな。そう、君精神があまりないから精神があまりないって。いや、その人は精神があるんで。人間じゃねえみたいな。いや人間じゃないんだってマジか。なんかチェスト並べてるこいつ。チェストじゃないこれ。チェストっぽいよね。何これ、 10×10 の箱を作ろうとしてるのか、この男は。そうです。お前やる気か顔面に当たってもまばたき一つしない脅威の防御力延長試験だよ現実世界で考えたらだいぶやばい戦い。だいぶ近い距離で全力で投げてるからねペントの下顎を狙います。顎ギュンってなる。顎ギュンこの雪玉って何に使うの？特に意味はない。え、だから下顎ぶつけるためだよそれはやばいわ。オッケー。お？お？いいですか、多分できるようになってるはず。いきますよ。はい、はい、おい、え、でっかでっかでかすぎだろこれ。もちろん開けられるよすげえな
そう、俺は開けるからさ、入ってみてよ。行くよ。はい。え、怖い怖い。突撃。え？浮いた。浮いてる。私は全知全能の神となった。閉じて。うおー。大丈夫？全知全能の神だったわ。これ無事です。あ。おらー。連打すると突撃できる。やばいやばいやばい。おらおらおら。壊れる壊れる。チェスト壊れるって。おら。なんかドラクエに出てきそう。これやばいね。こういうモンスターいるよね。いいかペント。はい。まず大切なのは、はい、この2体の牛がいるんですよ。なるほど。こいつらは殺さないんですよ。殺さない。そいつらから出てくる子供を、はい、子供だけが通れるところが水でビューって流れていって、はい、でそれで焼き牛になる。なんて残酷な装置なんだ。とりあえずガラス集めよう。ちなみに園長さん、今の僕の方針合ってますか？今聞いてなかったわ。そっか。結構熱弁したんだけど、そっか。思いつかないな。どうすればいいんだ。じゃあ、うん、はい。私がヒントを授けよう。お願いします。来た。親牛を上に置いて、はい。子牛を下に落とすわけなんですが、ほらやっぱり来た。その落とし方、はい。はですね、はい、鉄のフェンスを使っていました。鉄のフェンス、なるほど。じゃあ鉄のフェンス作ります。一回イメージを土で作るとするか。なんかようやくマインクラフトっぽくなってきたね。ようやくね。ようやくだよ。なるほど。するとこういうことですね。ちょっといいな、この何も見ずに頑張って作るの。いいよね。新鮮味がある。この流れだとここで止まる。オッケーオッケーオッケー。ちょっとデモンストレーションをペント君でやってみよう。ペントここに入ってくれ。了解。何も逆らわずにこういうふうにこの水の中入って、はい。そうするとうわぁ助けて流れていって、助けて流れていってプシュープシュープシュみたいな。残酷すぎるんだよな。装置が残酷すぎる。マグマってなかったっけ。あ、ネザーあるじゃん。ちょうどネザーがある。確かに。ペンド君、はい、お使いだ。やだー。マグマネザーで取ってきてくれ。怖いよ。ちょっとこの辺のやつ怖いから置いとこう。チェストに入れろって。あ、そうだ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 。チェスト使ってくれよこいつを。行ってきます。いってらっしゃい。痛い。やばいやばいやばい。これは半ペンか。やばい。走れペンド。とにかく走るんだ。マグマを届けるんだ。あれ、マグマが取れない。うるさいな。ちょっと待って。マグマが取れない。え、マグマの源流じゃなきゃダメってこと？源流じゃないとダメ。なるほどね。いや、まあ基礎中の基礎ね。源流が分かんない俺には。ちょっと園長、はい、一緒に行ってあげてくれ。でももう帰ってくるでしょ。思うじゃん。うわうわ。たまにはね、膝に擦り傷作ることも大切だぜ。確かに。頑張るぞペント。負けるな負けるな。うわおい、バケツ無駄にしただろ。え、いいんじゃないの。よし、入りました。来た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 。じゃあ小麦あげるよ。あ、来た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 。格子来た。生まれた。落ちた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 。え、見たい見たい。来た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 。見たい見たい見たい。お、あー、さようならとワニ。くそ。そしてペント死亡。で、ペントさん、マグマは、すべてロスしました。うわー、ごめんなさい。じゃあ俺がマグマ取ってくるよ。ありがとう園長。お願いしやす。というわけでこれでですね、はいはい、あとはちょっとこの土ちょっとダサいから、おう、ガラスに置き換えていこう。なるほどね。それだったらできっしょ。できるよ。得意でしょ。そういうの得意。大得意です。やばい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 。犬鳴き。おいおいおい。牛出してんじゃねえよ。牛が脱出した。何やってんだ。牛が脱出した。あ、ちょっと。ごめんごめんごめん。彼はガラスをガラスに変えることすらできなかった。いや、これ開けた瞬間にさ、もう置けなくなっちゃってさ。マグマ取ってきたよ。早い。さすがです。早いよ園長。どうぞ。さすがです。おい、ちょっと待て、誰だ看板にペントザコって書いたやつ。バレた。おい、バレたかこれ。ミス、これは見過ごせん。ペントザコペントザコペントザコ、しかも4つ書かれてる。しっかりご丁寧に。ご丁寧に書きました。
ひどいよ。ペンツさん、はい、牛を集めてきてください。牛？あ、もう連れてくるってこと？そうです。どうやってだ？リードはここにある。リードか。あ、ペンツさん、はい、焼肉が出来上がってる。牛さん牛さん一旦いなくなってる。牛の死を乗り越えて僕たちは生きていく。君は食べるんだその牛を。牛さんごめん、いただきます。さあ次の牛を取りに来たわい。精神崩壊しそうだ。これ何体集めたらクリアにしますか？10体。10体だ。よし、牛さん発見。来た。やばい、牛の楽園と化してる。牛の楽園。やばい、6体ぐらいいるんだけど。オッケー、これ僕が連れてきたら目標達成よ。オッケーオッケー、イエーイ。シュールだなこの絵。牛を引き連れる犬。来た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 、いいぞペント。やばい、牛たちがめっちゃ来る。よし、残り3体来ました。あー、1体落ちこぼれくん、もう1体脱落。これ何体いるんだ？もう分からんのよ。いや、8体いる気がすんな、これ今この中に。じゃあこれでちょうど10体だ。多分そうだ。さあこれでクリアだ。よし来い。さあ入るんだ。最後の最後で、よいしょー。痛いじゃねえのバカ。ちょっとあーライラックの花を、せめて最後にライラックの花を。紫のライラックの花言葉は初恋。